はい、どうも皆さんこんばんは。それではソイカの続きやっていきましょう。ゴールデンウィークの話だよね。そしてゴールデンウィーク初日、約束していた勉強会の日がやってきた。よし、これくらいでいいかな。朝から早起きして掃除に励み、どうにかみんなを迎え入れる準備ができた。おやつとジュースも買ってあるし、あとはみんなが来るのを待つだけだ。珍しいですね、兄さんが朝から掃除だなんて。リクちゃんだ、リクちゃん、久しぶりだね、出番。ああ、リク、おはよう。今日は友達とうちで勉強会やるんだ。騒がしくしたらごめん。アイカちゃんの私服おかしくて。本当ですか、お兄ちゃん。ゴールデンウィークまでお勉強だなんて真面目なんですね。休みじゃない日に勉強してないからこういうタイミングで勉強するんだよ。ベストほっそ。いやー、僕最近勉強が遅れがちだからさ、中間試験前に先輩に教えてもらおうと思って。兄さんに上級生の知り合いがいたんですね。知らなかったです。だろうね、最近知り合ったばっかりだしな。後で紹介するよ。あ、来た。はーい。早くね。タイミングが良すぎるでしょ。リクとアイカちゃんをリビングに押し、玄関へ向かう。やっほー。お前も私服おかしいな、チュキ。おかしいな。こんにちは。いや、まあ私服がメイド服の人に比べたらちょっとはだけてるくらいだから違和感はないけど、おかしいな。お腹すいた。玄関のドアを開けると、コンビニの袋を下げた中期と先輩と熊倉が並んで立っていた。あれ、3人とも一緒だったんだ。いや、びっくりしたよ。駅前にメイドがいるなって思ったら生徒会長なんだもん。あ、元生徒会長か。勉強会に行くっていうのはコウ君から聞いてたから合流して一緒に来たんだ。そっか、それならよかった。道迷わなかったか。うん、メッセージに書いてあったコウ君の説明が分かりやすかったからすぐに来られたよね。先輩、クマちゃん。クマちゃん。はい、ちゆきさんが引率してくださって助かりました。いやー、ツバメは方向音痴だからね。私もよくわかんないし、これどっちだ？2人だったらここにたどり着けなかったかも。こんなところで相談しなくてよかったな。てか先輩、今日もメイド服なんですね。はい、これが一番落ち着くので。いや、わけわからん、わけわからん。え、落ち着くんだ。すごく動きにくそうだけど。中期が早速ツッコミを入れる。まあそう思うよな、普通。でもうちに来る前に打ち解けてくれたみたいだし、出だしはいい感じかも。立ち話もなんだし、みんな上がってよ。お邪魔します。こんにちは。あ、コウ君の妹かわいいね。あと右が妹のリクで、左がいとこのアイカちゃんだよ。初めまして、コズヤリクです。花つくアイカです。あ、名字初めてかもしれない。初めまして。初めまして、ちゆきとうこです。コウ君とは同じクラスでお世話になってます。私は熊倉夜明け、よろしく。今日は兄さんのためにお集まりいただき誠にありがとうございます。別に全員が全員あれだけど、どうぞよろしくお願いいたします。サボリマ2人だぞ、今の段階だと。リクは熊倉と千雪に向かって深々と頭を下げた。うわ、リクちゃんすっごい礼儀正しい。っていうか、コウ君のお母さんみたい。多分実のお母さんは爆睡しますけどね、実で。うん、よく言われる。公平のお世話は大変そうだもんね。お前には言われたくないけどね。
例えば先輩は？はあ、もうすぐ来ると思うけど。何してんの？お待たせしてすみません。ああ、そういうこと。靴を脱ぐのに時間がかかってしまって。あ、だよね、やっぱりくの、そのなんだ、尊敬する水泳部の先輩ってこの人だよね。ツバメちゃんだよね。リビングへ入ってきた先輩を見るなり、リクは固まってしまった。カタキリ、リクの声がワンオクターブ高くなった。そんな声で僕を呼んだことが一度でもあっただろうか。先輩がどうしてここに、しかもなぜメイド服？あら、リクさん、こんにちは。受け入れがたいよな。片桐先輩はごく自然にリクへ微笑みかける。するとリクはますます硬直してしまった。あれ、二人とも知り合いなのか？はい、同じ水泳部に所属しているんですよ。そこでピンときた。前に愛花ちゃんが話していたリクの憧れの先輩のこと、あれは片桐先輩だったんだな。これはもうリクからしたら運命の出会いってやつだろう。そして片桐先輩を見て硬直している人間がもう一人。なぜだ、愛花ちゃん。愛花ちゃんは直立不動の姿勢をとり、片桐先輩の上から下まで舐めるように見ている。片桐先輩は確かに上品な雰囲気の美人だと思うけど、ここまでうっとりするなんて。あら、どうしたんですか？さすがにガン見されて不審に思ったのか、片桐先輩が小首をかしげてから、愛花ちゃんを見た。愛花ちゃんはのけぞって悲鳴を上げた。愛花ちゃん、大丈夫？大丈夫です。メイド服が、片桐先輩が素敵すぎて。メイド服の方だったか。素敵すぎて緊張しちゃったんだ。かわいいね。ツバメは私のだぞ。愛花ちゃんをライバルだと思ったのか、熊倉が片桐先輩を覆い隠すように前に立つ。うわ、すみません、そんなつもりじゃ。あら、年下の子をいじめちゃダメよ、夜明けちゃん。そうだ、お二人も一緒にお勉強会しませんか？あ、それいいな。せっかくだし、みんなで勉強しよう。なんだお前ら二人は。大勢いた方が楽しいじゃん。一緒にやろうよ。まあ、私はすぐ寝るけどね。勉強しろ、お前も。寝るな。どうしよう。二人は顔を見合わせてうろたえている。見かねた片桐先輩が二人へ声をかけた。ご迷惑なら無理にとは言いませんよ。いえ、迷惑なんかじゃないです。参加させてください。リクが身を乗り出して勢いよく去り、釣られたように愛花ちゃんも叫んだ。私もお願いします。よし、決まりだな。じゃあ適当にその辺に座って。みんな相手との距離を測りながら自分の席を探す。マイペースな千雪と熊倉だけはさっさと席を決めて座っている。結局僕、千雪、熊倉、片桐先輩、陸、愛花ちゃんという並びになった。よくわかんない。で、熊ちゃんはどの教科が苦手なの？全部だろ。全部かな。
全部はやばいだろ。私が時々教えてるんですけどね、夜明けちゃんはお勉強嫌いだから困っちゃいますね。メイドさんじゃなかった片桐先輩に羨ましい。愛香ちゃんは、まあ読めない。羨ましいに望むって書いてなんて読む。はい、希望とかそんなんだっけ。あー、わかんねー、違うな。展望だそうです。展望の眼差しで熊倉を見ている。よっぽど片桐の先輩を崇拝しているようだ。違う、見た目の話だろ。というか、リクと違って愛香ちゃんはほとんど先輩と面識がないはずなんだけど、どうしてここまで夢中になっているんだろう。これも元生徒会長のカリスマ力のなせる技なんだろうか。じゃあまずは数学からやりましょうか。お二人ともわからないところがあったら遠慮なく質問してくださいね。はい。リクはチラチラと片桐先輩の姿を盗み見ている。もしかしなくてもメイド服姿が気になっているのだろう。リクさん、リクさん。片桐先輩に耳元で呼びかけられて、リクはビクッと肩を震わせた。数学の課題始めますよ。そっか、右に1年生2人で左に2年生2人か。すみません、数学ですね。慌てたリクの手が滑り教科書を落としてしまった。リク、大丈夫か。はい、すみません。リクは少しだけ頬を染めて教科書を拾っている。いつも冷静沈着なリクがこんなに取り乱すなんて珍しい。憧れの先輩の前だから緊張するんだろうな。頑張れリク。単録が止めますね。すいません。すいません、ちょっとね、あれしてきた。エアコンつけてきた。朝7時頃に雨撮りしてるんだけど、一回もういいかと思ってエアコン消したら割と暑くなってさ。よし、やりますか。そして勉強会開始から1時間ほどが経った。すごい、もうゴールデンウィーク中の課題が終わっちゃいました。お二人が優秀だからですよ。いえ、片桐先輩がわかりやすく教えてくださったおかげです。ありがとうございます。二人は頬を紅潮させて片桐先輩にお辞儀をした。もう宿題終わったのか、すごいな。片桐先輩の教え方すごく上手なので、そろそろ解けちゃいました。それは花塚さんの飲み込みが早いからですよ。お二人とも、もし普段のお勉強でわからないところがあったらいつでも聞きに来てくださいね。もうずっとさ、夜明けちゃんそっくりの女の子の名前が気になるんだけど。そこまで先輩に負担をかけるわけにはいきません。負担なんかじゃないです。私、人のお手伝いが好きなんです。だからリクさんのお手伝いもしたくて。片桐先輩の言葉を聞いて、リクは雷に打たれたかのような衝撃を受けたらしい。片桐先輩、まるで聖母のような人。うん、どうかな。片桐先輩の優しさを受けて、リクの先輩への評価はうなぎ登りだ。あいつらは動画を撮ってるタイミングで後ろで追っかけ回し遊んでんの。私もメイドさんに、いいえ、片桐
メイドさんってずっと言ってるもんな、あゆかちゃん。とても助かります。私もよろしくお願いします。はい、ぜひ。では勉強を教えていただいたお礼も兼ねて、皆さんで何かつまめるものを作りますね。私も手伝うよ。うん、二人は席を立ち、仲良くキッチンへと向かった。俺ごめん、見てなかったんだけど、画面ちゃんと大丈夫？リクちゃんとアイカちゃんってすっごい気遣いできるし、いい子だね。間にいた熊倉の立ち絵がね、寝てんなさでは。本当に本当ですね。私も何か作ってくればよかったですね。重箱にお弁当詰めて持ってくるとか。いや、それはさすがにやりすぎですから。確かにきっとみんなでつまめるものを作ろうという気遣いはさすがリクとアイカちゃん、優等生コンビって感じだ。さて僕たちはもう一頑張りだな。こら、クマちゃん寝ちゃダメでしょ。早いな、一回寝たら起きないからな。もう食べられないよ。いやー、それは私の指、壊れた人食いグマだ。教科書の上に突っ伏していた熊倉がと揺り起こす中指の指にデボケで噛みついている。こっちは善と多難だな。皆さん、お昼ご飯にしませんか？あ、これ初めての BGM な気がする。リクの声でハッと我に返る。時計を見るともう正午に差し掛かった頃だった。もうこんな時間か。そういえば腹減ってきたな。ご飯？起きんな。さっきまでうとうとしていた熊倉がガバッと飛び起きた。食べ物には敏感に反応するんだなこいつ。私たちでサンドイッチを作ったので、よかったら食べてください。愛華ちゃんが皿に盛り付けたサンドイッチを運んできた。定番のツノマヨネーズや卵サンド、そしてハムとチーズ、どれもとても美味しそうだ。わざわざありがとうございます。俺やばいよな絵面。どういう絵なの？男1人に女5人だから。すっごーい、ギャルゲーらしい。できてるね、女子力高い。嫁に欲しい。わーい、サンドイッチだ。デザートにプリンを冷やしてあるので、後で皆さんで召し上がってください。なんかここまでしてもらって申し訳ないな。二人とも本当にありがとう。私がコンビニでおやつ買ってきたから、それも一緒に食べようよ。ちゆきが脇に置いていたコンビニ袋を持ち上げ、二人に向けて笑いかけた。ありがとうございます。いただきます。イエーイ、ポテチだよ。チョコもあるからね。ちゆきがポテチとチョコの袋を開け、スタンドイッチの脇に置く。なんか小学生のお誕生日会みたいだな。チョコチョコ、スタンドイッチを食え。ポテチ。我先にチョコとポテチをあさろうとする熊倉の手をちゆきがペチッと叩いた。ほーら、クマちゃん、まずお手拭きで手を拭いてからだよ。もう、トーコは細かいな。熊倉はブツブツ言いながらもちゃんと中気に従っている。なんだかんだで仲良くなったみたいだ。まあそんなにね、コミュ力高いからな二人とも。卵サンド美味しいですね。気に入ってもらえてよかったです。
卵サンドを頬張る片桐先輩をリクがじーっと見ている。よほどメイド服姿が気になるような、気になってんのはどっちかっていうとアイカちゃんなんだよな。リクちゃんどうしたの？先輩のメイド服すごく似合ってるなって思って。ありがとうございます。似合ってるなんて初めて言われました。こんなに可愛いのに。あんま人前で晒すような姿じゃねえからな。はい、この格好で街を歩いていると、痛いメイドカフェの店員さんとよく間違われますけど。ああ、なるほど。思わず膝を打ってしまった。膝？こんな格好で街を出歩いて平気なのかと思ったけど、メイドカフェの店員と間違われていたのか。確かにメイドのコスプレをした店員さんが道端でたまにチラシ配ってたりするもんな。とってもとってもとっても素敵なので、できたらずっと着ていてほしいです。ずっと着てるぞ割と。へえ、そうですか、嬉しいです。私も着てみようかな。リクのつぶやきを聞いた途端、アイカちゃんがガタガタと立ち上がった。見たら可愛いし、いいと思う。絶対似合うよ。そうかな。うん、私も一緒に選ぶから。アイカちゃんのこういう時の目がさ、あの BL 本を見る女子の目なんだけど言い方悪いな。拳を握りしめて力説するアイカちゃん、リクは引き気味だ。アイカちゃんがこんなに興奮するなんて珍しいな。うるせえな。クマちゃん、斬撃の新人読んでるんだ。進撃の巨人かな。うん、最新刊すごかったね。あ、まだ買ってない。クマちゃん、ネタバレ禁止だよ。ふふふ、僕は買ったぞ。実は隊長が、中継は耳を塞ぎ、キャーッと叫んだ。それって漫画ですよね。本屋で見かけたことがあります。へー、そうなんですね。私全然そういうの詳しくなくて。今度ツバメにも貸してあげる。すっごく面白いから。そんな時間なさそうだよね、先輩の方はね。ありがとう、夜明けちゃん。まあ、あれは夜明けちゃんを寝かしてる間に読むとかは全然できると思う。ゆるーく漫画の話題で盛り上がる中、愛香ちゃんは足をもぞもぞさせてつかない様子だ。愛香ちゃん、どうしたの？それは別にそんなことないだろ、言うだろ普通。なんだ、トイレか。早く行った方がいいよ。我慢は体に良くないですよ。もしかして僕がいたから言いづらかった。ごめんな、アイカちゃん。アイカちゃん、私もついていくよ。それなら恥ずかしくないでしょ。ついて行かれる方が恥ずかしいだろ。たとし、アイカちゃんは立ち上がるとギクシャクとトイレへ向かった。もしかして相当我慢してたのかな。あ、微妙な感じだ。勉強会もいい感じに和んだ空気になり、雑談に花が咲き始めた。ねえ、そういえばカマちゃんってさ、なんで教室来ないの？うわ、ファック。飲んでいたコーラを吹き出してしまった。それ今日一番のタブーだぞ。
康平くんと、あら、つばめ先輩だけ。私だって面倒くさいよ。ねえ、だからたまに保健室でサボってるけど。いや、保健室より屋上温室の方が寝心地いいね。学校に来てるってことすら知らなそうだよな。屋上温室って、あの校舎のてっぺんにあるやつ？あそこって使えるの？ふっふっふ。実は、私が管理しているのだ。イルネバとして使ってるだけだけど。全然手入れはしてないけどね。うん。だから、いつでも入れるよ。冬でもポカポカ暖かいし、静かだし、すっごく居心地がいいんだ。なるほどね、クマちゃん通だね。ほほん、サボりなら任せてよ。わざわざ学校来てサボるのもどうかと思うけどな。クマクラと中期が意気投合したのを見て、そっと胸を撫で下ろす。片桐先輩も同じだったような。途端に安堵した表情になった。ひとまず僕たちのひそやかな目標だった熊倉にクラスの友達を作るは成功したようだ。うるさいなお前ら、追っかけんな。そして日が暮れる頃、ようやくテスト範囲のおさらいが完了した。終了か。あー、大体わからないところが続いたよ。二人とも教えてくれてありがとう。小津谷さんの手助けになれて私も嬉しいです。うー、疲れた。もう教科書なんか見たくないよ。よしよし、クマちゃんもよく頑張った。ご褒美に明日は遊びに行こう。遊びってどこに行くんだ？どうかな。5月の海って結構冷たいだろ。海ですか、いいですね。起きられたら行くよ。ダメ、クマちゃんも来るの。でも海開きもまだだし、きっと寒いよ。でしたら温水プールなんてどうでしょうか。それならあったかいし、お風呂に入ってるみたいで気持ちいいと思いますよ。温水プール？そういえば最近オープンしたって聞いたことあるような。あー、でもさ、ああいうところってチケット代高いじゃん。貧乏人の私たちには高値の花だよ。ところがここのチケットが人気があるのです。よういいな、つばめちゃん。っていうか、そっか、熊倉は別に金持ちの家に住んでるとかではないのか。片桐先輩が線を広げるような優雅な仕草で温水プールのチケットを僕たちの前に差し出した。わあ、片桐先輩いつの間に。たまたま招待チケットを人数分持っていたのです。またまか。本当に本当にたまたまなんですかそれ。はい、たまたまです。この流れでさっと人数分チケットを出せるなんて、片桐先輩は神がかり的な力でも持っているんじゃないだろうか。というわけなので、ラケちゃん、明日はみんなでプールへ行きましょう。そっか、こうしてヒロイン全員は仲良くなるのか。やだよ、面倒だよ。熊倉は心底嫌そうな顔で目の前でヒラヒラするチケットから目をそらした。あー、でも泳いだ後って眠くならないか。ほら、運動不足の解消にいいんじゃない。お昼寝同盟の集い第2回としていいかもしれない。ねえねえ、お昼寝同盟って何？サボり。それはね、
なんと昼寝をする人々の集いなのだ。確かにその通りだけど説明になってないぞ。ああ、不眠症、不眠癖か。不眠癖を治すための集いってとこかな。なんかかっこいいね。千雪は感心したように目を丸くした。かっこいいのかこれ。じゃあ明日はプールに行くってことで、リクちゃんたちも来るよね。私たちもいいんですか。人数分ってそういう人数分でしょ。もちろん愛花ちゃんも来るだろ。愛花ちゃんに話を振った途端ビクッ固まってしまった。もしかして都合悪かったかな。大丈夫です。それならよかった。じゃあ明日朝10時くらいに駅前に集合ってことで。はい。初めのうちはどうなることかと内心思っていたけど、みんな打ち解けて仲良くなれたみたいでよかった。今日知り合っていきなり全員を誘うってのも展開早いなと思うけど、みんなが自然に受け入れているところを見るとそこは千雪の人徳なんだろう。あ、そろそろ私は帰るよ。リアルタイムで見たいアニメがあるんだ。熊倉が立ち上がったのを潮に、なんとなくお開きムードへ向かい始めた。あ、そういえばもうこんな時間なんだ。じゃあ私も帰ろうかな。それでは私もおいとまいたしますね。帰るのは3人だけだから。3人が立ち上がり、誰ともなしに帰り支度を進める。じゃあ僕たちで駅まで送るよ。女の子だけじゃ危ないだろうし。片桐先輩は私が責任持って見送ります。私も皆さんの平和を守るためにお見送りします。なんだ、愛花ちゃんってば正義の味方みたいだね。中継に突っ込まれ、愛花ちゃんが口を開けて声にならない叫び声を上げた。どうしたの愛花ちゃん、そんなに慌てて。いや、なんでもないです。行きましょう。愛花ちゃんはいち早く玄関へ飛び出してしまった。一体何があったんだ。わざわざ皆さんでお見送りくださってありがとうございます。いえ、後輩として当然の義務です。くれぐれも気をつけてくださいね。先輩はとっても素敵なので狙われないか心配ですから。大丈夫ですよ。後輩2人の話っていうか心配が全部つばめちゃんに言ってる。今日は楽しかったよ。明日また会おうね。バイバイ。皆さんも気をつけてお帰りください。改札の向こうに消えていく3人を見送る。さて、僕たちも帰るか。そうですね。あの、兄さん。うん。今日は誘ってくださってありがとうございました。素直じゃない、リクちゃん。私からもありがとうございます。お兄ちゃんのおかげでとっても楽しかったです。素敵な出会いもありましたし。素敵な出会いというのは間違いなく片桐先輩のことだろう。仲良くなる機会ができてよかった。僕の方こそ二人には感謝してるよ。サンドイッチ美味しかったよ。ありがとう。あれくらいでよければまた作りますよ。てかここに来てあんまり選択肢っていうものが出なくなった、ね、そうだ、帰ったら明日の準備をしなくちゃいけませんね。今休日だからなおさらかもしんないけど。兄さん、水着は忘れちゃダメですよ。分かってるって。いくらなんでもそれだけは持っていくよ。水着。
彩香ちゃんは僕たちの会話を聞いて一人何事か考え込んでいる。どうしたの彩香ちゃん。そっか、そうだよな。明日早いもんな。そうなんです。目覚ましを忘れないようにセットしないと。気が早いな。そうだった。忘れ物より寝坊の方が心配だ。少しでも早く眠れるといいけど。あ、これで終わりかな。第6話ゴールデン勉強会。終わりましたね。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりにしようかな。いやー長かったね長かったねってか、まあ長いのはわかるんだけど、そう、ここでもうあれか、6話で全員集合して、あと2話くらいかな、共通ルートは。ワンチャンプールイベントで終わる可能性もあるけど、まあ、あとがどうなることやら。うん、まあ、そうだね。個別ルートに入るくらいまでのルートはちらほら見えてきたから、そろそろヒロインを誰にするかっていうのを決めないといけないかもしんない。でさ、キャラの説明ってねえの？あ、あった。これだ。熊倉智音。誰だろう？妹？か、姉貴か、どっちかだろうな。あー、どっちだろうね。わかんないな。ただただ、もう、熊倉、ってかまあ、うん、夜明けちゃんよりこっちの方が気になる。夜明けちゃんは夜って書いて、ともねちゃんの方は朝って書く。あー、どっちが姉貴だろうか。夜明けの方が姉貴っぽいよな。こっち妹じゃないかな。パッと見で。まあ、そんなことも後でわかるの、わかると思うので、やっていきましょう。それでは、今回はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。Thank you.